愛する天皇皇后様、ありがとうございます。今日もこの雪深い足元の悪い中でもありながら、兄弟姉妹の一人一人を主の宮に集め、そしてあなたがここから新しい一歩をそれぞれの足の元に踏み出せるように力を助けてくださること、思いを与えてくださることを主に感謝します。最初に皆さんそれぞれが次し1週間の中で我らが知って犯した罪、または知らずに知らずに犯してしまうような罪、私たちの内側にはそのような思いと心があります。今十字架の御前、神の御前に全ての罪とか、そのような思いをこの場で告白し、ジーザスに預けてください。全てを十字架のイエス様にその思いを預けてください。隠す必要は一切ありません。清い人間は一人もいません。それぞれがみんな心に傷、痛みを持ってますから、今この祈りの中で一週間引きずった思い、もし敗北の思いがあるならば、その敗北の思い、もし傷つけられた思いで何か恨む気持ちが出るならば、その思い、そのようなもの、苛立ち、怒りをすべてこの場で手放し捧げてください。愛する天のお父様、どうぞ一人一人の心を探ってください。一人一人の心にあなたがメスを入れてください。その心を主よ、どうぞ探り、私たちのもし悪い部分、癌なる部分が心にあるならば、その心の癌を主の優しい御手を持って取り去ってください。あれは主、一人でも家庭の中で、職場の中で、それぞれの歩みの中で、全ての思いを今この場で解放してあげてください。新しい1週間、これから勝利の一歩を私たちはこの礼拝、祈り、賛美などにドアを開けて踏み出していきます。それぞれがビジョンを描いてください。御言葉によって、祈りによって、賛美によって、その一歩をまずドアを開けて踏み出す時のイメージを勝利として掲げて歩み出しますように、自分自身の勝利のためにまず祈りください。天の父様、それぞれの戦いがあります。職場であります、家庭であります、友人関係でもあります。主よ、どうぞその戦いの上に私たちが臆病になることなく大胆に一歩踏み出せますように、私たちの心に聖霊なる神、どうぞ励ましを与えてください、支えてください。それぞれをどうぞその背中を押して、勝利から勝利への一歩を踏み出せますように導いてください。新しい1週間、キリストの証し人となり、それぞれが勝利の旗を掲げて、また教会に集い、帰ってこれますように、この1週間を祝福してください。あなたがこの1週間祝福してください。あなたのことも、あなたの祈りから与える思いに従って、我らが愛をしてくださるように、私たちの心を持ってくださる。私たちの耳、また霊の心と耳が御言葉を聞くふさわしい心へと整えられていきますように、自分の心、霊を全て整えてください。そんな祈りをしてください。主よ、どうぞ私たち、これから御言葉をその心の耳で受け取ります。
魂、我らも心得と整えてください。またこれからメッセージ語ってくださる神道牧師の上にも神様の通り置き管として用いられますように、どうぞお祈りください。天皇の様、これから御言葉語る神道先生、あなたの通り置き管となり、また御言葉を述べ伝えるその口に、その思いにあなたが働かれ、そこに力を与えてください。またここにいる一人一人、御言葉を受け取る一人一人の上にも天外の祝福を持って、その強みある、どんな暗闇に使わされたとしても光である私たちとして歩めるように、あなたの命の言葉に力を与えるでしょう。私たちの生活の中には、昨日と今日と明日ってね、私たちよく言いますね。昨日こんなことがあったんだよとかね、今日これからこういうことやんなきゃいけない、明日はこんなことがあるだろうってね、私たちはこの3つで生きてますね。昨日、今日、明日ってね、この3つで生きてるんですけども、私たちが生きてるのはいつですか？今日ですね、今ですね。今を私たちは生きてるんです。ですから、よく私たちは昨日のことを考えますね。昨日、あんた失敗しちゃったなと思うと、失敗って言っていますか？アーメン、アーメン。僕なんか失敗失敗なんですよ、ね。皆さんも昨日の失敗があります。でも、今日という日、ね、この今日という日を私たちは今生きているんです。今というこの瞬間を私たち生きています。そして明日のこと、まだ目に見えない明日をみんな心配するんですよね。でも明日心配したからって何が変わるんですか？今のこの時点で明日が心配、どうしよう、明日がもう心配なのって言っても明日変えることなんて言えないんですよ。でも皆さんいつも言いますね、明日変えるには今変えなきゃダメなんですね。そうでしょう。素晴らしい明日にしたいと思う人はみんなです。そうですね、みんな素晴らしい明日にしたい。ならば今が勝負なんです。今ですよ。昨日の過去失敗にはとらわれてはならない。なんでですか？過去の失敗、過去の思い、過去の、僕と新藤先生は大回りさんによく逮捕されました。でも過去の失敗は全て十字架にもうつけられてるんだってね、こんな信仰になってるんです。だから僕たちは原曲アーメンって言って勃開してハレルヤって歩みます。バカじゃねえのかって思われるかもしれません。でも私たちはこの繰り返しということによって人生が180度変えられていったんです。今が勝負、今が勝負、この勝負で私たちは生きています。一日一生、この瞬間にしか命はないんです。これから捧げる賛美、明日を良くしたいならば今この瞬間エンジョイするということ、どんな状況であっても今この瞬間神を褒めたたえていくってことが私たちには大事なんです。祈って一歩踏み出しますよ。祈ってここから行きますよ。皆さん、一番最初の賛美は何ですか？This is a day、ね、この日は主が作られた。今この瞬間は主が作っているんですよ。この日は主が作られた。この日は主が作られた。立ち上がってください。この日は、この日は
この日は、この日は主が作られた、主が作られた。我らは喜ぼう、この日をさ、この日をさ、この日は主が作られた。この日は主が作られた。この日は主が作られた。主が作られた。我らは喜ぼう、この日もさ、この日もさ、この日は主が作られた。我らはこの日を喜ぼう。この日は。交わってください。勝利ありますように。でも皆さん同じことを話してからって心に刻み込んでください。私が話している言葉があなた方もう先生それ聞いたよ何回もってね思うかもしれない。でも何回も何回も何回も神様のゴクって聞くこと、そして先生が何回もで聞いたも分かってるって言っても心に刻み込まなければ実際アクションできないんです。忘れちゃってて、そういえば言ってたなっていうんじゃ、私たちは行動に移すことできない。
しつこいぐらいに同じことを繰り返して言われて初めて行動に移せる時が来るんです。だから同じこと何回も言いますよ。大変なことはたくさんある、困難もある。でも私たちキリストイエスを信じている、そんな一人一人は特権が与えられているんですね。使徒パウロは言いました。困難さえも私は喜んでいるって言うんですね。喜ぶってもっと具体的に言うと、トラブルさえも私はエンジョイしているって言うんです。すごいでしょ。トラブルをエンジョイしちゃってるって。それは M ですか？ド M です。アメン。それは神道先生はド M だって言います。私たちは S か M かって言ったら M の部分があるんですよね。アメン。ですけども私たちはもう一回言います。トラブル、困難さえもキリストにあって喜んでいるんです。いいですか？キリストにあってですよ。私たちが困難さえもエンジョイしているっていうのは、その困難とトラブルと問題を通してそこに神の力が働くんだということです。さまざまな問題があります。トラブルもあります。でも私たちいつもいつも心の宮にキリストイエスがいるって、いい時は神様のことみんな忘れちゃいますね。でも本当に苦しい時、シュッって叫ぶでしょ。神様って叫ぶでしょ。でもその時にね、道が必ず開かれていくんです。パウロはそれを知っていたんです。だから困難さえも今度は神様が何を私に与えてくれるんだろうって言ったんです。重いですよ、私たちの思い。困難は困難では終わらない、トラブルはトラブルでは終わらない。ここは主の宮ですね。まだ賛美が終わってないんですね。あと2曲残ってますから、皆さんここは主の宮、喜び楽しむんだ、喜び楽しむ。いいですか？立ち上がってください。喜び楽しもう。主の宮、喜び楽しむ、喜び見ての中
思いを巡らせて次の賛美、ただこのイエス様の時を思ってこの賛美を作りください。愛する